あ、しゃがんで。どうぞ。ありがとうございます。すごい。報道の皆様、これからご案内しますが、先頭のもの非常にゆっくりと歩くので、決して走らないでゆっくりついてきてください。これからご案内します。はい、まあ、会長がメインにお答えがあったと思っていまして、一応安全をというふうに安全第一というふうに言われましたよね。はい、で、ぜひお知りしたいんですけども、大勢の、方々がですね、不安に思っています。こういった中でですね、地元に連絡もせずにですね、適合申請をすると、いう決断をされた背景、どうしてこういうことになっているのか説明いただけますか。はい、まずこれはちょっと若干言い訳がましいですけれども、取締役会で決めた内容は、地元へのご説明をして、でその上で、できれば、できるだけ早く申請をするということですので、申請をするということを、まあ、ちょっと言い訳がましいですけれども、先に会って、でその後、後で地元に説明すればいいよというつもりはもとございます。ただ、一方で、取締役会の決意を持って、地元に、まあ、こうしたアポをいただいて、ご説明をするという、まあ、段取りにどうしてもなってしまったというのは、逆に当然その分だけ時間がタイトになって、でまあ、メディア の発表も、どうしても大きくなりますし、一方でご存知の通り、適時開示という、まあ、東京証券取引所のルールがあって、取締役会が決定したものについては、まあ、速やかに公表しなければいけないという、まあ、これはまあ本当に言い訳でございますけれども、まあ、そうしたことから、こういうバタバタの、その形式というふうに、受け取られてしまいかねないですね、そういうことを、本当にそれについては、もう少しやりようがあったかなというのは。反省しておりますけれども、まあ、言い訳がましいですけれども、段取りとしてはそういう段取り。段取りの話じゃなくて、安全第一の会社がですね、そもそも、この安全性についての説明もしないで、申請を先にやられた事情を説明していただきたいんです。いえ、ですからまだ申請はしておりませんし、申請をするという意思決定をした事情を説明していただきたいんです。はい、申請をするという意思決定をしたのは、ひとえに、まあ、この度、柏崎の6号機と7号機でございますけれども、それの準備が整ってきて、まあ、それも 整わずに取締役会かけるわけにもいかないわけです。まずはそういう事実関係があって、でさて、一応、そのまま用意はできますから、さて、どうしましょうということで、まあ、取締役会の決定を考えたということです。もちろん、まあ、今日も含めてですけれども、ぜひ、地元には、ご説明させていただきたいし、ご説明させていただく機会をぜひもゲットさせていただきたいと思います。いや、ですから、普通ね、どういうものを作ってっていうことを、ものがあってですね、相談をしていただく、情報をね、いただくっていうことが必要でしょ。不安に思った人がいっぱいいるわけですから、どうして、この不安の解消に努めないで、適合申請するっていうことを決められたんですかっていうことを聞いてます。はい、もちろんその説明がその時点でもっと十分に、しなければいけないというご指摘が思っておりますし、そこの部分について我々は反省しなければいけないというのがあると思っています。ただ、今回、まさに社会説法でご存知ですけれどもということだと思いますが、今回はまだ設計の段階で、申請をして、で設計に対する、審査を今日は前回はやりますので、実際のものは当然のことながら使用前検査のところではその通りちゃんと動くものがあるのかという試験にはなるんだと思いますけれども、そういうこともあって、まずは今設計段階でのご説明ということにどうしてもならざるを得ないと思います。じゃあもっと単純に言うと、なぜ急いだんですか。まあ、取締役会の決定はですね、
繰り返しになりますが、まず準備ができたという事実がありまして、私どもずっと準備をしてまいりましたので、一つの準備ができたということで、会社的にですけれども、これはおっしゃるように、地元の方の気持ちとか、またそういうのとは本当に違う視点からの決定ですので、それは一つ、それ実はありますけど、それを今度は地元の方にどういうふうにお伝えするか、どういう時間を取るかということに関しては、おっしゃるようにですね、もう少しやりようがあったかもしれないし、これからもぜひ、時間をかけてですね、ご説明させていただきたい。もう一回聞きます。なぜ急いだのか、背景事情を説明してください。準備を急いだということの意味になるかもしれませんけれども、私どもは、あれだけの大きな事故を起こしてしまって、で、以来、我々なりにですね、事故を起こした当事者、事業者として、これは本当に口上がった言い方かもしれませんけれども、我々がより学ばなければいけない、事故から学ばなければいけない、反省しなければいけない、あるいは教訓を引き出さなければいけないというのは当然あると思っています。そうしたものの中からいろんな取り組みを柏崎に取り入れて毎日してきたわけです。したがってそうした準備ができたというのが一つの事実であって、それに対してどうして急いだのかということは、もちろん事実が明らかになってきて、でこういう対策が必要だと、こういうことをやっとかなきゃいけないというのが出てきているわけですね。それを速やかに柏崎に取り入れていくということから、こういうことになります。審査の順番ということを気にしたんじゃないんですか。審査の順番というのは第一グループという意味ですか。もちろん我々は申請させていただく以上、当然その準備ができたから申請するわけですので、その後これは規制庁のご判断なので、我々は何ともしがたいところはありますけれども、申請が、準備が整えば申請するというのは普通のことだなというふうに思っています。だから、地元に説明してから取締役会にかけてもよかったですか。いや、これは、なぜ急いだんですかということを聞いています。今回の決定は大変重い決定ですので、いわゆる根回しとしてですね、まだ取締役会の決定はできてないけれども、実はこういうことだから、よろしくお願いしますよということは、できたのかもしれません。ただ、大変重い決定ですので、我々としては取締役会の決議があって、で、それを基づいて、それ以降、動き出しているというのが現状でございますので。広瀬さん、本当のこと言ったらいいじゃないですか。なぜ急いだんですか、根回ししないで。いや、ですから根回しについては、反省すべき点があったかもしれませんが、ただ、そういう段取りでしてきたわけで、今まさに記憶をしてお時間をいただいているのも、こういうの根回しと言わないとは思いますけれども、説明させていただくと。急いでますか、急いでませんか。申請をということですか。説明も含めて、急いでますか、急いでませんか。時間をいただければ一生懸命説明したいと思います。いや、そんなこと聞いてるんじゃなくて、急いでるのか急いでないのかって聞いてるんです。当然として、ご説明はできればやらせていただきたいと思った。申請を早くやりたいと思ってますか。ご地元のもちろんご理解いただければ早くやりたいと。なぜ早くやりたいんですか。準備ができてるから。どうして準備ができてるのか早くやりたいんですか。安全と、スピードと、ですから我々は、我々の今回、フィルターベントもそうですし、いろんな対策はですね、逆に言うと、新規制基準ができる前に、かなりの工事を始めてきているのがあります。したがって、我々の考えで、いろいろな対策を取ってきたつもりですが、それが本当に果たして、今回の新しい規制基準に適合しているんだろうかというのは、非常なる重要な、ポイントだと思います。じゃあもっと聞きましょうか、年度内の投資家っていうのを意識しましたか。金融機関からの融資っていうのを意識しましたか。もちろん経営ですので、今回のことと全く別の話としてもですね、それは大変意識しています。ということは不安を解消する安全よりもお金を優先したってことですね。いや、そういうふうに、一つ一つでこう因果関係というか理屈関係が全部
やってるわけではないと思います。私は経営者、分かるように説明してください。はい、もちろん私は経営者ですので、うん、今知事もおっしゃったように、黒字化しないと、まあ、3期連続の赤字というのは何としても避けたい。つまり下神戸さんと広瀬さんが1年前でお話をした安全優先というのは嘘をつきましたということですね。いえ、安全かどうかを確かめてもらうのが今回の申請だと。だからじゃあなぜ急いでるんですか。ですから準備ができていけば。いや、だから準備ができるということと、それから不安を解消して安全確保するということは違うわけでしょう。ですので、その点についてはですね、まだ申請もしておりませんし、これからまさにこうした時間をですね、いただきながら、できるだけ、そうした不安を抱いていただかなくて済むようにですね、我々として一緒にやっていかなきゃいけない。広瀬さんの記者会見をしているときに、秘書課にはどういう連絡が来てたかご存知ですか。新潟県の秘書課に。もう一度再任をされたので、就任のご挨拶に伺いたいという話が来てます。はい、今、広瀬社長が説明しているのは、フィルター弁当の適合申請をしたいという説明をしたいと言われているんですけど、アポを取るときに嘘をつけと指示をしたのか、会社全体が嘘をつけた体制になっているのか、どっちですか。アポを最初に入れさせていただいたのは先週の水曜日か木曜日かその頃だったと思います。ですのでまさに株主総会が終わって私の2年目を迎えて、で、金曜日に福島県に、まあ、同様の趣旨で、ご挨拶に伺ってという流れでアポを入れさせていただきました。で、まあ取締役会の決議が2日の火曜日ですので、もちろんそのまあアポがたまたまということはあったかもしれませんけれども、そこで、そうした話もさせていただく必要が出たというか、答えなくないんですけど、新潟県に対しては就任のご挨拶に伺いたい、退任のご挨拶に伺いたい。でも今お話しされているのは、適合申請の説明をしたいと言われているんです。なぜ違うんですか、理由は。はい、ですから地元に対してですね、極力早く丁寧なご説明をする必要があるのはまさに我々も考えているところですので、まあ、今日こうして時間をいただいて、なかなか地方もお会いできませんので、柏崎市も村もそうですが、こうした機会にですね、できるだけ私担当に対してもご説明をさせていただきます。いや、だから何をするかわからないんですけど、時間を取るためにどうして真実を言わずに違う理由を言われるんですか。いえ、ですので、先週の木曜日か金曜日の段階、水曜日か木曜日の段階で、私どもはまだ決議をしておりませんので、当然、再任のご挨拶の方法を。提案する気もなかったんですか。まあ、正直なところを申し上げますと、今回の取締役会は本当にかなりの短期間で、まあ、準備が整ってきたというのがあって、それがその、もうまあ秒読み段階に入っていったというのがあるとは思いますけれども、その時点では決まっておりませんので、まあ、そうしたことで、逆にアポを入れることも、まさにそれこそ虚偽になってしまいますので、それはできませんし、仮にそういう動きがあったとしても、そういうアポの取り方は難しいと思っています。その時点で明らかなのは、株主総会が終わって、私が2年目に入るということを言ってましたので、それでアポを取らせてくれる。まあ、ずるいといえば、つまり、はい、広瀬さんからは、株主総会で2期目に選任されたので、挨拶でアポを取れっていうふうに指示を出されたということですね。先週はそういうことです。ということですね。でも心の中では急速に進めて取締役会にかけようという気持ちが終わりだったということですね。いえ、それもまだ、まあ、そこはですね、正直、社外取締役のご意向もありますし、私一論だけでは決められない状況でもありますので、まあ、そこは何とも申し上げられませんが、ただ、2日の決議をもって、まあ、アポイントの中身といいますか、目的をまあ、私どもの都合よくですね、こちらに変えさせていただこうとしたのは事実でございますので、それについては本当に申し訳ないと思いますが、ただ、先週からそういうことでのということでは、それはそういうことではなくて、先週は先週で、その段階で、決定していた私が2期目に入るということをもって、まずはご挨拶、それをまさに、実際に福島でもやらせていただいたと、金曜日にですね、
話していただいたと、うん、だからあの昨年のね、下神戸さんと一緒に来られた時の安全とお金どっちが大切ですか、安全を大切にします、真摯にお答えいただいた言葉が嘘だったわけですよ。いえいえ、それはそんなことない。私どもこそ。アポイント、ちょっと最後に言って、はい、アポイントを取るときも、再任のご挨拶と言って取りながら、本当は下心を持ってたっていうことですよ。いえいえ、ですので、繰り返しになりますが、私ども、カメラ回ってますからね、はい、これ、国民が聞いたらどう感じるかっていうことですよ。東京電力は嘘をつく会社だと。トップが先頭を切って嘘をつく会社だっていうふうに伝わらないんですよ。ですので、それはぜひ誤解を解いていただきたいと思いますが、先週の段階で、株主総会があったわけですから、その時点ではっきりしたことしか私どもとして申し上げられないし、その時点で確かに、アポイントいただいて、まあ、アポイントの日にもよったと思います。まさに、福島県では金曜日に私、知事にお会いしに向かってますので、まあ、その段階でもちろん何も決まってないわけですから、まさに、ご挨拶、2年目のご挨拶ということに、まあ、なっているわけです。東京電力は約束を守る会社ですか？ぜひそういう会社で、ありたいと思ってますし、そういうふうに毎日やっていきます。ありたいけど破ることもあるんですか？いえ、そういうことはないようにしたいと思います。約束は守るんですか？約束は守る会社ですね。そうしましたら、次の聞きしたいんですけど、昨日ペーパーされましたが、はい、安全協定っていうのは、県と東京電力のお約束です。無論、事前業界なしに申請はしませんね。ですので、うん、それについては、まあ、昨日申し入れのあった時間にあると思いますけれども、これはまあ、フィルターベントのお話というふうに理解しておりますが、知事日頃からおっしゃっているように、まあ、フィルターベント、まあ、もちろんフィルターベント自身は、まあ、使ってはいけない設備でありますけれども、まさに使わなければいけない状態になったときには、いかにこう量を下げるとは言っても、地域の住民の方に、大変な影響を与える設備ですので、それをどう使うかということは極めて、重要なことだと思っています。でましてや、それはまさに地元の地域の特に自治体のオペレーションに非常に大きく関わりますので、まあ、その点についてはこれからもよくですね、相談させていただかなければいけないと思ってますし、使わない設備ではありますけれども、そういう設備が使うという状態になるまでにはですね、その辺はしっかり詰めておかなければいけないというふうに思っています。事前了解なしに申請はありえませんね。それはお約束破ることになりますよ。それでまだちょっと途中なんですけれども、うん、そうしたその使い方の面について、ぜひ、日々そのご相談させていただきたいし、また地元の自治体のだけに、取り組みについてもですね、反映させていかなければいけないと思います。一方でですね、やはり設計のハードの方のお話がございます。でこれについては、まさに、規制庁が、規制委員会が新しい基準で、ハードを まさに決めて、来週の月曜日からそれが施行されることになっています。したがって、そこで、それがまず合っているのかどうかというのを聞いて、でその中で、それと同時といいますか、それと並行して、県の技術委員会なり何なりで、こちら側の設備面からのチェックといいますか、その確認事項もしていただけるということは可能なんではないかなというふうに思います。東京電力はトラブルパッチを起こしてですね、社会的信用を失いました。柏崎刈羽は原子力発電所、職員の皆さん含めてですね、その後信頼回復をするためにどれだけ苦労されたかご存知でしょうか。で、県との間でもちゃんとやり取りができるように、ホットラインだってちゃんとつながるようにということで、電信重要と、あれ2007年の中越沖地震の時にホットラインがつながらなかったことから作ってくれということを作っていただいたわけです。新潟に作ったから、たまたま福島に作ったわけです。あれがあったからこそ、東京が今進めてるわけですよね。本当にそれだけ真摯に現場の人が苦労しているのに、トップが嘘ついたり、約束守らないという形で信用を失っていったら、その人たちの苦労どうなるんですか？そういうこと考えませんか？もちろん、もう一回聞きますよ、はい、東京電力は約束を守る会社ですか？ぜひ頼みたいな。ということは事前了解なしに申請はありませんね。いや、ですので、私が先ほど申しましたような、
方法はあるのではないか、それについてはぜひ知事のご意見も伺いながら、そういう方法もあるのではないかというふうに考えているところです。今問われているのは、東京電力の信頼性なんです。嘘をつくのかつかないのか、約束を守るのか守らないのかという、これね、どういうところで議論してもらうかという技術的な話じゃなくて、信用できる会社なのかどうかということを伺っているんです。なぜ嘘をつくのか。いやいや、もちろん嘘ついているつもりは毛頭ございませんし、私どもが取り組んできた取り組みを私どもなりにやっていたんでは、おっしゃる通り信頼がない。したがって規制委員会なり、そうしたその第三者機関にですね、しっかりとした機関に結構していただくということは本当に必要だと思います。約束破りませんね。ですので今そのフィルターベントの審査とそれから事前了解の順番につきましては、いや、そういうのを聞いてるんじゃなくて、約束は守りますかって聞いてる。もちろん約束は守りたいと思います。じゃあちゃんと事前了解取ってるんですか。ですので事前了解の取り方について、これは後です。まず事前了解取るって明言するんですか。ですので今日ここに、来て知事とお話し明言できないんですか。ですのでそこをですね、ぜひ一時にご了解いただけないかというのが我々のお願いです。だから信頼できる会社かどうかが重要なんで、約束守る気はあるんですかないんですか。ですので、繰り返して申し訳ございませんけれども、私どもがお願いする事前了解は取るんです。もちろん取るんです。その事前了解の取り方について、こういうやり方でどうかというふうに。その時期の問題ですよ。もちろん時期の問題です。申請してからなんていうのは事前了解って言いませんからね。ですので、分かってますね。はい、ですので今申し上げたように、一方で規制委員会もすでにスペックも出ております。強度も出ております。それに合ってるか合ってないかというのは一つのもう判断基準はあるわけです。それを一方で、審査をしつつ、我々は事前了解と見なしません。事前了解取ってくださいね。そこについてはぜひ私どもも、引き続きそこの順番というんでしょうかね、同時性というか平行性についてはぜひ我々もお願いします。事前了解です。平行じゃありません。同時じゃありません。約束守りますか。事前ですか。事前了解です。協定には事前了解と書いてます。しかし今回の約束を破る会社っていうことです。そこはですね、ぜひ私の方 の考え方をお聞きいただきたいところですけれども、今回の新しい基準に基づいて今までの全くのない設備をこれから作って、それ全くその設備についても、もう本当にそのまさかの時に使う設備でということで、そういう特殊事情の中でですね、今回こうした手続きを今、見事しているわけですので、そこについてはぜひ、我々の順番といいますか、同時並行的に進めていただくということは可能なんではないか、あるいはそれで大きな問題は生じないんではないか。事前了解ですと何度も言ってます。お金と安全はどっちが重要ですかと聞いたときに、安全ですと答えます。実は嘘だ。で約束は破る会社。これじゃあね、委員会に審査をしてもらうことは安全を確保するために審査してもらうものだと私は思っています。じゃあ一つ聞きます。はい、2007年に中越沖地震の後、トランスから火を吹きました。その時に東京電力はどう説明したか、もう一回言ってみてください。ちょっと私今その時の あれでないんではつまびらかにさっとお答えできませんけれども、土台が建屋と離れてたんです。だからパイプが離れてそこから防衛したものに火がついて火事になりました、はい、だから我々は二度と起こさないようにパイプと建屋を一体化しますという説明をいただきました、はい、今度のフィルターベントの設備はなんと驚くことに建屋と一体化してないじゃないですか。あの時の説明と何で違うんですか。建屋とフィルターベントの設備のそれぞれの土台は同じ土台に立ってますので、いわゆる不当こっちとこっちがずれて動くということはないような設定になっています。だってそれは地盤にっていうことであって建屋とつながってないんで、地盤を通じて同じものの上に立っているということ。地盤の通じてって言ったらこの間のフランスだって地盤を通じてそういうことになったわけなんです。いや、あれはその間のそのつないでいた部分がそもそも同じ場に立っておりませんし、当然というのは機弁をどうする会社なんですか。いやいや、事実を申し上げているだけです。あれは
同じ地盤に立っておりませんので、当然と信頼を、ね、獲得することとお金の話とどっちが大事なんですか。繰り返しますけど、信頼を獲得しなければお金の話なんかできないと思います。でしょ。じゃあ約束守ってください。はい、ですから、うん、我々としても安全を確保するために、規制委員会にこの旨をチェックしていただきたいというにはぜひ強く思っているところです。だから事前了解取ってくださいって言ってるんです。なぜ事後になるんですか。いや、事後ではなくて同時にできるのではないかというふうに考えさせていただきます。事前にやってください。約束です。約束破るんですね。いや、同時にさせていただくとどういう、その昨日ね、はい、あのペーパーさせていましたけど、福島第一原子力発電所の電灯状況の説明は今日いただけるんですか。はい、用意してまいりました。よろしいですか。どうぞ。お願いの方だ。立たないでね。約束だよ。原子力の技術担当の以上にこの度になりました。姉川から説明をさせていただきます。2枚の、資料をお手元にお配りしましたが、1枚目、こちらの形ですけれど、これは福島第一、あの事故の直後、弁当したその回数が1号機、2号機、3号機について書かれています。で、1号機が2回、2号機が2回、3号機が9回、初回操作、それから、その途中で再び閉まったとか、機器の不調で再び、弁が閉鎖したという状況があって再開した操作が書いてあります。で、これについてご質問は、通報公表の状況がどうであったか、それからこれを決断した責任者は誰であったかというご質問です。まず決断の責任者ですが、プラントの状況を踏まえて、現地の所長が行っています。所長が最終が判断者になっています。それから通報公表については1号、2号、3号それぞれ初回の時に通報を実施し公表も行っています。この表では念のためにですね、実際ご存知の通り弁当うまくいったものもございまして、なかなか開かなかったものもあります。開いたかそうでなかったかわからないものもあります。それを弁当の成否として右側に置かせていただいています。これがご質問に関する直接の状況でございます。実はね、聞いてもそういうことじゃなくて、はい、通報する責任者は誰ですか。通報の責任者は現地の所長でございます。はい、でそれで誰にお伝えをして、で実際避難が終わったかどうかの確認というのは取ったんでしょうか。はい、それはですね、通常の手順はオフサイトセンターに連絡するんですが、いやだから事実関係でオフサイトセンター機能してないんだから。はい、で、あの時はオフサイトセンターが機能しておりませんので、各役場の避難に同行している当社の社員がおります。その社員に対して避難の状況がどうかということを確認を取ってから捜査をいたしました。3月12日の10時過ぎには避難終わったという確認が取れたんですか。はい、3月12日10時には避難の確認が取れましたが、まあ、実際はご存知の通り双葉病院にはまだ避難ができていないことがありましたので、完全に、結果的には取れてはおりませんが、その時には連絡が入ってきた時には避難が完了したというふうな連絡を受けて捜査を出しております。風向きっていうのは時間によって変わるのに、なぜ初回しか通報しないんですか。それはですね、弁当をこれやりますと、格納容器の圧を逃すためにやってますので、特に再閉鎖の作業をしておりません。で、なんで再開したかというと、エアの抜けでありますとか、コンプレッサーの不調で再び閉まりましたから、それを開ける試みをしたということで、それは前回から一連の動作ということで、再びの通報はしておりません。特に東京都でペットボトルを配るほど、大量の放射性要素が飛んだでしょう。はい、で、正規不明ってどういう意味ですか。それはですね、2番目 の表を、表示を見てください。これはですね、その時の東京で線量が上がった時なんですが、
1ページ目の最後、3月20日、3号機の11時過ぎ、これは弁当を行う努力をしているんですが、正否不明というのはですね、ここで圧が抜けておりません。それから周辺でモニタリングしているんですが、モニタリングの線量が上がっておりません。全く開かなかったとも言えないんですが、有意な弁当が再開したという手応えを得られていません。したがって我々はこれは3月20日のものが東京に回ったんではないと思っています。じゃあどこから来たのかというのがありますが、我々はそれ2号機のものだと思っておりまして、これもご存知の通り2号機はウェットウェル弁当ができなかったために、格納容器から直で蒸気流に乗って外に出ております。約1号と3号に比べまして100倍以上の要素が出ております。これは3月15日以降も量こそ減りましたが、コンスタントに継続して出ていたと思います。それがこの東京で上がった時にはここにグラフにちょっと書かせていただきましたが、これちょうどですね、福島の方から気流が東京を通過中に降雨がありました。そのためその降雨によって要素が落ちた。ちょうどその降雨の量と線量が上がっている、これ上側の点々の部分なんです、バッテの部分なんですが、同期しておりますので、それも含めて我々はこれは2号機から継続的に出ていたものが東京通過中に降雨のために落ちたものだというふうに解釈しております。スケッチ協会で線量上がったでしょう。何日の時でしょうか。20日、20日21日、ですね、21日か22日、ちょっと記憶が早すぎます。ペットボトルを配る直前に、大量の放射性物質が飛散して、我々、新潟にいて、北からだんだん放射性物質が南下しているのは、それぞれのポストの発表数値で認識してました。はい、でその時に警告しましたか、世の中に。ですね、20日には上がっていません。で、時の線量は私の記憶では21でいいです。21で、はい。で、上がった時に警告しましたか、世の中に。ですね、それは申し訳ありませんが、私今記憶しておりませんので確認させてください。してないはずなんですよ。はい、警告一切なしに直接ですね、水道施設から要素が検出されるっていうことなんです。だから一体情報伝達ってどういう設定にして。どういう過程でやったんですか。その点については全般としてですね、当社の情報伝達が非常に稚拙だったということは肝に銘じて反省しておりますので、その時のことについて改めて弁解を申し上げるつもりはございません。ということは弁当の設備で放射性物質を放出するものを、作ろうという時に、チェックしてもらいますとかメカニカルな話じゃないですか。おっしゃるとおり、メカニカルな話だけではないでしょ。事前了解を取ってくださいね。ですので、ですので話が噛み合わないんだったらどうぞお引き取りください。ぜひ私ども今日のご説明も一部不十分なところはありましたけれども、ぜひまた知事にですね、お時間いただいて何度でも参りますので、ぜひご説明をさせていただきたいを、また当然柏崎市や刈羽村にも参るつもりでございますけれども、ぜひいただきたいなと思います。そちらもよろしくお願いします。何度も申し上げますけど、嘘をつかない、約束を守る、これがスタートラインだと思います。はい、ですのでぜひ今回の状況を鑑みてですね、やり方をご相談させていただきたいと思ってますので、ご相談できる相手になってくださいね。ぜひよろしくお願いします。でも本当に今日は議会の最終日、お忙しいところ時間がありますので、本当によろしくお願いします。始めさせていただきたいと思います。ごめんなさい。はい、まず今日知事から再三質問があったんですけれど、事前了解とそのをより先に申請することがあるのかについては。ですので、繰り返しになりますけれども、私どもとして、
の事前了解というのは、まあ、何の事前かというのももちろん一つ議論に余地があると思いますので、まあ、そういったことも含めてこれは県だけではなく柏崎市あるいは刈谷村とも同じ話をさせていただかなきゃいけないと思います、まあ、そうしたところでぜひ私どもとしては速やかに、地元の県市村にもですねご了解いただけるようにあるいはそれを同時並行に進められるようにというふうに考えています。もう知事はフィルターベントの設置前に、事前了解をしてそのよりも先に申請をしないという認識だったと思うんですけれども、はい、まあ、そうですね、大変厳しい口調でおっしゃって、おりましたので、その通り、するということになると相当の難しいことになるだろうなと思って考えました。もう頑張っていただきたいというふうに思って今日もやってきたわけですので、まあ、正直言って今日も大変難しいお話宿題いただいて、おりますので、ぜひできればリターン待ちをさせていただきたいなと思いますけれども、まあ、それも含めてちょっと考えたいと思います。すみません、その8日なんですがリターン待ちといっても、もう今日金曜土日になさるというのは難しいかと思いますがとりあえず8日の申請は断念をすると理解をしてもよろしいですか。そうですね、正直難しいなと今日今の知事の話も受けてあるいは今日午前中のお話も受けてですけれどもとにかく地元の皆さんの了解を得たいというのは我々、非常にそれを軽視するような方にぜひ避けたいと思います。わかりました。そうしますとその安全協定上の理解の了解をちゃんといただいた上で申請をされるという理解をしていいでしょうか。そうですね、まあこれからどういうふうな、お話をさせていただいて、はい、でそれぞれ首長さんからですねどういうお答えが出るかわからないんでですね今ちょっと何を持ってというのは申し訳にくいですけどとにかく、まあ、我々としてはできる限り地元の了解いただきたいなと思います。そうしますと少なくともですね、リターン待ちとおっしゃいましたがもう一度新潟に見えて知事とお会いになるまではぜひ、ね、そうさせていただきたいと思います。その後に申請ということでいいですか。それについてもそういうアポがいただければですね、まあ、その前にやるのはなかなか難しいとは思いますしまずはとにかくアポをいただきたい。つまりちょっと確認ですがそれこそその約束みたいになってしまって申し訳ありませんがその知事と一回会って少なくとも会う努力をちゃんとしてアポを入れる話をしてその後申請をされるというおつもりでいいんでしょうか。そうですね、ちょっと今日の皆さん地元の皆さんの話を総合的に判断したいと思ってます。ここはちょっとまだ難しい、断言できないところ。そうですね、まあ、ちょっと今ここで、まさに今終わった段階で仕事を申し上げられないと大変難しいなというふうに感じました。もう一度会う場合、知事ともう一度会ってお話をされるまでは申請されないということでよろしいですか。いや、ですから今全く同じお答えですけれども、このまま申請することもありえますか。まあ、難しいだろうなとは思いました。ただそれについてもこれから考えます。8日ではないだろうと少なくともまあ難しいなという印象は受けてますけど、それも断言しづらいところですか。まあちょっと今なんでですね、もう少し考えます。事前了解について何の事前かという、まあ、認識の違いだというような。いやいや、何の事前かをまず決めないといけないですよね。ご自身は何の事前だと思っていらっしゃるんですか。ですからそれ例えばフィルターベントの例えば運用の仕方というようなことであればそもそもがもう使わない設備ではありますけれども少なくとも使い始めるという状態に万が一にもなるのはまず随分先の話でまだできてもいないものですので、まあ、これは時間をかけてある程度決めていってですね、で当然その実際にご迷惑が万が一そのヘッドレントを使うようなことになったらば大変なそのご迷惑かかるのは地元の方ですし、またその地元の市町村もその中でオペレーションは大変なことになるのはもう目に見えてますので、ですのでそうした方々がどういうそのまあいわゆる運用マニュアルみたいなものになると思いますので、どういう何時間前に伝えてくれないと無理だとか、どうやってその確認を取るんだと、どこでさっきのオフサイトセンターのものもありますので、まあ、そうしたことをしっかり決めていかなきゃいけないと思いますので、まあ、それはそういうことで、まさにこれ知事が日頃からおっしゃっていることですけども、そこが大事だと思います。であるとするならば申請と並行して進めていくっていう。そうですね、それもっていうか、まあ申請と難しいのはですね、ハード的にこういうことができると、例えばその 99.7% までだったら何時間前に言わなきゃいけないね、そういう関係も当然ありますですね。ですから
ある程度はハード的なスペック、どういうこの機械でどういうことができるんだと今は決まって、その上でそれでいいんだということである、じゃあだったら3時間前に言わなきゃいけない、10分前でいいのと、そういったようなことも当然影響してくると思いますが、まあとにかくそこについてはですね、ご心配は本当に、もともなことですので、じっくり話す必要があるなと思います。我々もできる限り、もともとはもちろん使わない設備ですけれども、まあ、万が一の時には十分そうした配慮をしなければいけない。すみません、今日知事と会うまでは同時並行なり、8日に申請するつもりだったんでしょうか。いや、順番が違いまして、今日のご説明をした上で決める段取りですので、今もまたそのつもりですし、まあ、確かに難しいなというのは先ほどの印象は受けてますけれども、考えたいと思います。規制庁さんからはですね、とにかく3時までに手を挙げろと、ちょっと待ってくださいというお願いをするという話だったんですが、そこのやり取りは今どうなったのでしょうか。いや、ちょっと私もずっとこっちにいるんで、そこは連絡をされ、はい、受けられていない。社長、その点についてはどう理解されているんですか。3時は絶対守らなければ8日は出せない。いやいや、3時はもう守れませんでしたし、その守る必要は私はないと思います。というのは、4時に知事にお会いするというのはもう事前に分かってましたので、3時は守れないなと。4時にお会いしてこれからご説明をする前に、3時にもう8日に出しますよという意思表示をするというのは、それこそ地元経営者になると思います。それはありえなかった。3時を守らなくても、8日の申請を出せる。それは規制庁がお決めになることなので、私は何とも言えないです。またその結果は聞いておりません。すみません、事前了解を求める知事の問いにですね、即答しなかったのはなぜですか。ですから事前の何の事前か等々をですね、しっかり、我々の考えも聞いていただきたいし、知事は、とにかく前か後ろかということでずっとおっしゃってましたけれども、今回の状況に鑑みて、今回の機械この設備デルタベントという設備に鑑みて、やり方があるのではないかなというのが我々の、お願いといいますか、ご提案ですので。すいません、それについては知事の、安全協定では作ろうとするときになので、そもそも作る前がやっぱり了解の対象になるんじゃないかと思うんですけど、その意味で基礎工事がもう始まっている段階から知事は不信感を抱いているわけですよね。それについての考えはどうなんですか。確かにお読みになったと思いますけれども、はっきりわからないんですね。ですのでしっかりその辺を詰めていかなきゃいけない、そういう手続きだと思います。今日の知事とのやり取りは、報道を通じて多くの県民の方がご覧になると思うんですけれども、今日の社長の説明で理解は得られると思いますか。私どもの考え方でご説明したつもりですけれども、これは私が申し上げることでなくて、テレビご覧になった方々の判断だと思うんですけど、私どもなりにですね、こういうやり方があるのではないかというご提案をさせていただいたつもりですけれども、それはこれから協議をしてダメなのか、そういうことでいくのかというのはこれからだと思います。これで8日は事実上難しいということになるとですね、その8日にバーバーその向けて皆さん準備をされてきたので、その技術的な説明、例えばフィルター弁当はどんな設定ですとか、その他その地震津波はどんなものを新たに想定しますとか、そういう説明はその、技術的には8日以降は可能だろうと思うんですね。それであればむしろ地元なりにそういう説明を先にやって、どうせそのもうすでにここまで来てしまったので、地元の説明を先にやってから、このじゃあ申請にしようかというようなお考えというのはありますか。そういう方法も考えていかなきゃいけないのかもしれない。そこはまだ何とも、すいません、この後ご予定がありますので、じゃあ最後1問お願いします。すいません、柏崎市と刈羽村の方には事前了解願いというふうなことで文書を手渡されていたんですけども、知事に対してはそういった、今ちょっと事務局の方にお預かりお願いしてきたところだと。要件は難しいということなんですけども、今後どのような状況でもあり、環境が整ったら出せる。今の件はちょっとお預かりいただけますので。そうですか。じゃあそういうことだそうですが、とにかくご説明させていただく機会をぜひいただきたいですし、何回、来なくちゃいけないとは思ってますので、そういう機会をぜひいただきたいと思います。大変申し訳ございません。すみません、ちょっと。ということなんですけども、市と村の方には受け取ってもらえて、県の方には受け取ってもらえなくて、3社対応が違うということなんですけど、それぞれの今後のアプローチについてはいかがですか。これまでも事前了解に対するご返事が
それぞれのとこから来たということもあったようですので、まあ、それぞれのとこからいただけるならばそういうことになると思います。申し訳ない。申し訳ない。すいません。ちょっとご視聴ます。すいません。道を開けていただいてよろしいでしょうか。すいません。危ないです。ちょっとよろしいですか。申し訳ありません。